栃木県のいちごを楽しめるイベントが大阪で開催されます。それがこちらなんですが、今月の14日と15日に大阪駅前のディアモール大阪で開かれるいちご王国栃木の日記念フェア。とちおとめ、スカイベリー、とちあいかなどのいちご販売に加え、栃木県産いちごを使ったいちご大福やいちごジャムなどの販売もあります。まさにいちご尽くしのイベントということになります。ということで、スタジオにもいちごをご用意したんですが、井川さんにはとちあいか、西大さんにはスカイベリーをご用意しております。香りすごいですよ、今スタジオのいちごの香りがすごい、ね、ちょっと甘酸っぱい香りがね、めっちゃ出てくるわ、はい、じゃあ井川さんの方から、はい、うん、めっちゃ甘いですねこれ。ほうほうほう、うん、粒も大きいですね、うん、美味しいです、うん、はい、こちらはですね、2018年に開発された栃木県のオリジナル品種ということで、一般投票によってとちあいかという名前に決まったそうですね、はい、で西大さんの方がスカイベリーということで、はい、これも大きいですよ、うん、一個一個が大きいですね、大きいめちゃめちゃ大きい、ハートみたいな形になってる、すごいですね。そう、あの石原さん今ハートって言いましたけども、はい、これね切ると断面がハート型に見えるんですって。こっちから食べたらいいんですよ。あ、そうなんですか。イチゴってこう最後に甘いのが残るんですよ。さすがなにわのグルメ王ですね。一口でいきました。みずみずしい。うわ、うん、まいいですね。バランスもいいです。その甘さがぐわっと広がって、うんうんうん、もういちごジュースが詰まってる感じです、うん、この中に水分すごい多い。そうなんですね。うまい。スカイベリーの魅力がベリー大きい、ベリー綺麗、ベリー美味しいということで、三拍子揃ったイチゴになっております。うまいわこれ。ね、ということで何もかけんでいいですね、はい、楽しみたいという方ですね。一番うまい。いちご王国栃木の日記念フェアは今週金曜日と土曜日に開かれます。ぜひお越しください。白いやつもありますやん。そうなんですよ。これがね、ミルキーベリーという品種で、はいはい、これはもう本当に貴重ですんで、後でいや知ってますよ、はい、後でも食べさせへんって言ってましたよ、ね、貴重すぎて、ね、白は絶対食べてください、はい、言われて、はい、ではここでプレゼントのお知らせです。絶対食うだろう。いちご王国詰め合わせを2名にプレゼントいたします。恋するいちご、フリーズドライしたとちおとめにホワイトチョコを染み込ませたお菓子と、とちおとめコンポート、とちおとめを甘く煮詰めた瓶詰めコンポートをセットにしてプレゼントいたします。応募方法は番組公式ツイッターをご確認ください。西大さん、ちょっと待ってください。食べさせてください。じゃあ、番組の最後に時間があったら何人かが睨んで何人かが笑ってます。食べてもいいんですか。食べてもいいんだったら白食べてみよう。ほんまこんなすごいっすよ。あ、食感全然違う。うん、あ、これもまた甘さがちょっとさっきのと違う。ね、ミルキーベリーも会場に行かれたら楽しめると思いますんでね。スタッフ怒ってる。なんかシーンとなりましたね。怖い、はい、じゃあ次のコーナー参りましょう、はい、続いてはこちらのコーナーです。